僕も言われましたけど、うん、お前もう一回さあの、うん、イタリアの今度はイタリア抜きでマジやろうぜってよく言われますもん本当に。ああイタリア抜きで、ね、あそかそか。もうアメリカに対してもう一回やろうぜっていう。イタリアがいたからダメなんだ。そうそうそう。ドイツ人してみたらね。うん、これ僕前話したと思うんですけど、はい、僕の知り合いが、うん、アメリカ人、まあ、黒人で、ね、そいつもこの間死んじゃったんですけどね。はい、あの黒人の、うん、まあ米陸海軍のやつかなちょっと忘れちゃったんですけど、うん、まあ米アメリカのアーミーのやつがいてですね。うん、でイタリアの、うん、はイタリアか、うん、イタリアと、まあ、ドイツ人イタリア人アメリカ人みたいなのがいてですね、うん、ドイツ人とイタリア人があのバーで卓球かなんかやってたのかな、はい、で やってて、うん、であのなんかとにかくイタリア人とドイツ人がめちゃめちゃ喧嘩してて、はい、でてめえらのであのドイツ人がやっぱ決めゼリフお前のおかげで負けたんだボコボコに殴ってました、まあまあ、そういうの見たことありますドイツ人があのアメリカ人がまあまあって抑えてたっていうそいつがありがちですねそうその個人的な喧嘩に、はい、そういう歴史問題を、ね、入れ込んでくるんですよこうめんどくさいよね結構ね個人のレベルでも行ってきたりとかしますからねあいつ X だろマジ お兄ちゃん怖いからやめろみたいな出たもうそういう話ですいやいやあそこのお兄ちゃんやばい、はいはいはい、あの子綺麗だけどお兄ちゃん怖いからやめろありましたね、はい、非常にわかりました、はいまあ完全にマフィアですよ世界の一部がわかる番組ということで